よし、まずバックをします。バックモニター上下出ます。これ言ったって見えわな。走行距離2000キロで平均燃費は 15.7 キロを示しております。航続可能距離は768キロメートルです。カーブの足はしっかりしております。カーブのロールも少ないです。納車されたフィット RS と同等かそれ以上カーブはしっかりしております。ロールが少ないように感じます。シートもサポート性は非常に高いです。してくれます。これでハンドルが直進、これでぐーっと、まあ水切りはあんまり車のためには良くないのですが、こうやっておくとハンドルが右に切ってますよ。これでハンドルはまっすぐですよ、ほぼまっすぐ。これで左ですよって形で表示されます。大変便利な機能だとは思いますが、私はあんまり関係ないと思います。私は使うことはほとんどないかなと思います。はい、線路を乗り越える時にもほとんど衝撃はありません。ストレスを感じることはありません。今ニュートラですが、これでローに入れます。ドライブに入れます。そしてメーターの表示がこのように変わります。方向指示、道の形状もちゃんと言ってくれます。右に曲がれば右に、ずっと先が左に曲がっておれば左に道が表示されます。それとタコメーターがあるのが大変いいです。
やっぱし、タコメーターはなんとなく運転するものの高揚感を高めるためにも非常にあればあったでいいものだというふうに思います。先ほど言いました通りに平均燃費は2000キロ走ったところで 15.7 キロを指しております。このギアシュートレバーがないというのがもう最近の車の流行りでしょうが、これちょっと違和感がありますけど、別に慣れたら慣れたでもうこれはこれでありかなというふうに思います。非常に静かです。